11時を回りました。吉田拓郎です。で、釜石選手っていうのは僕にとっては先輩であり、話を聞いてると、この人は、原宿にはあまり来ない。この人は六本木がテリトリーって、六本木で育った、人なんで、この人と会うようになって、僕は六本木がだんだん、こう、なんつうんだろうな、遊び場になってしまって、原宿じゃなくて。六本木で遊ぶようになると、僕の歌の世界観とか、それから僕のものの考え方とかが自分に幅ができて、まあ、例えばジュリー、沢田研二でさえが僕にはすごい好感を持ってくれて、俺は東京へ出てきて勝ったぞと、彼らが俺にこういう好意を示してくれるようになって、その六本木によって僕はいろんなことの収集が打てるようになって、とてもなんかこうすっきりした。で、釜谷津博にそういう糸口を作ってもらったことに非常に感謝しているという感じなんですが、北から吹いた風に覆われて旅立つ僕を許してくれよ。寒い都会に行こうと思う。そこで仕事を探すつもりだ。冬将軍の足音がする。Yeah.